応援ってせなあかんの。でもみんなで応援したり応援されたりしたわけや。応援したらどんないいことあんの。はい、じゃあ、はい、頑張れる、やる気が出る。応援されたらやる気が出るし気持ちが上がるし、もう一回頑張ろうってムク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 ってね、どん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 頑張れるよね。じゃあみんなに聞きます。応援するときに大事なことって何ですか。それは無条件の応援。この世の中には2種類の応援があります。まず一つが無条件の応援、そしてもう一つが条件付きの応援。条件付きの応援っていうのは、シュートが入ったら拍手してあげる、でもシュート外したらお前なんか出ていけ、もうパスせえへんわ、お前活躍してるからお前はチームメイトや、でもお前試合に出てないし全然活躍してないからお前は別の子になくてもいいみたいな、何か条件が揃った時だけ、シュートが入った時だけ褒めてあげる。だけどシュートが入らへんかったり上手くなかったら出ていけっていう条件がないと、その人のことを応援しないというのが条件付きの肯定。無条件の応援っていうのは、シュートを外しても足が遅くても試合で活躍しなくても試合に出ていなくても、あなたがここにいてるだけで嬉しいし気持ちが上がるし元気が出るよっていう応援。条件付きやったら俺シュート外したら嫌われるってなっちゃう。でも無条件だったら、シュートを外しても失敗しても間違えても負けたとしても足が遅かったとしても OK と思える。だから安心してリラックスして自分の 100% の力を発揮できるようになります。なのでこれからみんなもこちらの無条件の応援をやってほしいな。これをどうやってやるのか、自分が言われて嬉しかったことを言ってください。相手は自分の鏡です。こちら見回ってしたら向こうも見たってしてくれるな。お前シュート外してってなってたら、こっちの人もお前はシュート外してる、お前のパスが悪かったんやってなってしまうよね。鏡なんです。自分がしてもらって嬉しかったことをやってあげたり、自分が言われ